手前上がります。はよそれは全然いい。3人でやるもう、うん、お兄さんたちも多分手前上がります。はよ手前上がります。はよになります。掘りごたつの、はい、仕切り外して机くっつけて宴会とかにも使える。上げるんですね。そうなんですよ。温度フライヤーよりももっと高い温度で高温で上げるんで。そう、エッグさんの頭と一緒に上げます。それは全然いい。3人でやる。お兄さんたちも多分乗りたいんで。手前上がります。はよワンオペみたいな感じなんですか。いや、でもそんなことないです。あ、もう超チームワークみたいな。はい、失礼します。いや、お久しぶり。久しぶり。お楽しみになります。はい、はい、手番上がります。はいよ。しました。ではのチョップセットになります。内側と外側に2本骨がございます。こちらの骨と骨の間をちょっと外していただきます。で、くるっと回していただきますと、
1本目の骨が取れます。お取れた。で今度同じように内側の骨と串の間もちょっと外していただいて、でくるっと回していただきますと、じゃん取れた。全裸でパクッとお食べいただけます。やけどに気をつけて、よかったらやってみてください。はい、おいしい。16時から18時の間は、ハッピーアワーという時間で、この時間は、ドリンクが、全て半額でご提供させていただいてます。この時間の間は、立ち飲みでやっていますので、一杯からでも、ぜひ来ていただけたらなと思っています。いや、私が去年高校卒業して、そのまま佐賀に本店に研修に行って、でずっとしたかったお店をオープンできました。はい、ここの1店舗だけ。はい、今まだ1店舗だけです。オープンしたのが2月です。2月、岡山です。はい、あ、じゃあ地元愛みたいな。はい、地元しか勝たんです。僕は出身は徳島です。あ、僕は和歌山です。ベタしゃぶ鍋っていうので、1人前に1000円でご用意させてもらってて、もつ鍋とまた違う、豚レタしゃぶ鍋は1500円でご用意させてもらってます。クラハイボールでいいですか？はい、クラハイボール一応お願い。野菜、鶏ガラとか野菜を煮込んだおだしに、もつ鍋用にすりごまとかお醤油とかを出して、まろやかな味にしてます。こうなんですけど、お願いします。あと30分しか待てばいいです。手を開けます。はいよ。はいよ。
ごめん、おしぼり3つとさ、あの骨のやつと、はい、いつもの紙を、はい、大体いつも何時ぐらいから準備してるんですか？でも立ち飲みを始めたんでちょっと早くなって1時ぐらいか。ああ、もうそっから仕込みしたり。そうですね、仕込みして。でも寝るのも遅いでしょ、なんかいろいろ片付けして。いや、でも言うて5時、6時ぐらい。おー、でもまあ遅いですよね。でもまあそっからちょっと寝て準備して、まあね、相当なハードワークっていうか。いや、なんか帰ってすぐ寝たらもっと早く寝れるんですけど、なんかお風呂入らなきゃとか髪乾かさなきゃとか思いながらお菓子食べるの好き。この動画大好きやけど、ピコンユニクエット思ってて、最初に食う動画って入ってきて、今上がります。はいよ。はい、こちらが1本200円なので800円になります。いろいろセットでお得な料金にもなってます。失礼します。クテマの塩が3本になります。それでは今からおすすめの骨の抜き方を説明させていただきます。まず串が1本通っていて、内側と外側に2本骨がございます。こちらの骨と骨の間をちょっと裂いていただいて、ぐるっと回していただきますと1本目の骨が取れます。で、今度同じように内側の骨と串の間もちょっと外していただいて、ぐるっと回していただきますと2本目の骨が取れます。最後に串を外していただきますと、もうこちら上半分全部骨ございませんので、サクッとお食べいただけます。やけどに気をつけて、よかったらやってみてください。聞いていただいてありがとうございました。お待たせしました。私の赤身になります。これが手羽餃子の梅しそとチーズになります。棒の方が、赤い方が梅しそで、黒い方がチーズになってます。もうこちら骨半分抜いちゃってるんで、そのままパクッと火傷にだけ気をつけて召し上がってみてください。ありがって感じないですかね。の油を吸収してくれるんで、手羽先が油で揚げるものなので、女性とかにはよく人気です。これビールですよね。はい、ビールです。でもいいっすね、ちょっと味とか変わんないんで。ちょっといただきますね。はい、まあ、わからないです。あ、おいしい。なんかそんなに苦いのないです。そうです、あの味とか風味は変わらないんで。変わらないですね。はい、うん、嫌な感じはしないと思います。美味しい。なんか炭って聞くと、はい、ね、苦いっていうかおこげみたいなイメージあるんですけど、そんなことはないですね。そんなことはないですね、はい。溶けるような感じですね。お刺身ですか？なんかというか、脂身の旨味がなんかちょうどいい感じで乗ってるんで食べやすいですね。手羽餃子。手羽餃子。はい。
この赤が、赤が梅しそで、黒いのがチーズになります。はい、ありがとうございます。うまっ。こちらがシャブの麺になります。これがこちらがシャブ鍋の一人前の量になります。これが2000円です。税込み2000円です。グツグツしてきたら弱火にして仕上がってください。鍋っていうか注文多いんですか？やっぱ冬場はもうほぼ毎日たくさん注文いただけます。結構なんかあっさりしてるんだけど、結構あのこのホルモンとかスープの出汁がすごい効いてて美味しいですね。美味しいですね、うん。やったことないです。いや、できた。できた。あ、わかりました。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。